こうして満月を見ていると今夜は満月だよ、サスケ。あの夜のことを思い出す。 忘れようとしていた記憶。俺は闇を歩いた。ただ一人。水水忍び道具。命って何だろう。 なんでこの忍びは俺を殺そうとしたの。何もしてないのに、どうして命は争うんですか。戦争だからだ。戦争。そういうものなの。それが忍びの世界だ。忍びってなんだ。さあな。知らぬ者同士で互いに意味なく殺し合う。でも止められる争いなら俺はやめさせたい。いいね。 そんなに深い思いがあったわけじゃない。死なないでよかったね。でも、お前は優秀だからな。一、俺が本当に優秀なら、あいつは死ななかった。半分は正解だな。死に意味があるとすれば、それは利用できる時だけ。あいつは最後の贈り物だと受け取ってその思いを答えればなりませんか。俺はそのつもりでいる。頼めるのは親友のお前だけだ。仲間か。命の意味は何ですか。 俺には分かってなかった。ないわ。本当の痛みが命を失うという痛みが。内橋水木は俺の知っている。お前はどう思う。大丈夫です。何で嘘を言った。お前は自分を騙すのがうまいからな。命に。水水意味はない。こうなったか。いや、どの道俺は長くない。命を争う。命を群れる。 いい、ナイタチ。この光景を忘れるのよ。俺の道はここで終わる。誰かに何か伝えたいことがあれば聞いておく。命だ。<笑>新しい命。そんなやつ誰もいねえよ。<笑>そう、お前がそういうやつだ。俺を疑ってるってわけ。俺が誰したってんだよ。一族が集い、そこを紛るような真似をして、 関わった者たち、己の器を決める忌むべきこと、そしてというのは気のせいなのに。未だ見る知らぬ者を恐れ憎しむ愚かしき子。俺を俺たち。何。俺には皆を止められない。事態は一刻を争う。決を覚悟。俺らこの羽側につき。だが、イタチ、里を守るためには内が全滅。一族を助けてくれ。お前を置いて他にない。お前は俺のことは頼む。選択肢と信じる。どうすればいい。恐れるな。 第一は愛なんだ。お前の決めた道だ。それはお前の道やない。一族のために戦う。今になって思うよ。どうかな。今でも分からない。どういうことだ。一度でも仲間に手をかけた人間はろくな死に方をしないのだ。兄さん、なんてとんだ。お前のパイル劇が出ました。そこだよ。誰も死にたくなんかないよね。あ、生まれる。 生まれる。死ぬ。命は生まれる。命は死ぬ。俺もそうなんだ。だから俺を完璧だったなんて言ってくれるな。 いつは夜越され、過去すらも欺き、冥国であなたが今何を考えているのか、それは分かりませんが、ここからだと泣いてるように見えますよ。それが雨が止んだら未来につながった真実。俺の道にもようやく 晩御飯までには帰ってきてね。分かった。あの時たもとを分かった道も、行ってきます。これでただいま。よし。
生きることができた。ごめんよ。また今度ね、サスケ。本当に幸せだったよ。